これ危険だわ、これかなり危険、これ超注意点ですわ、ほとんどの人やっちゃいますわ、これやべえな、これやばいよ、もう潰れちゃった、中から出てきてね。1個2個、2個は丸々見えてないとダメです。うん、でないとこの輪っか下からねはみ出てきて潰しちゃいます。あと挟むのはね、こういうの持ってたらこっち側、大事なのってこっち側、オーリングと設置するとこが大事なんで、こっちではなくて、説明書ではねここ挟めって書いてありますけど、こっち側をおすすめします。ここはもうね、あの多少気づいても刺したる問題はないですね。うわー危険だわこれ、史上最大に危険だこれ、超軽い、今軽いでしょ、めっちゃ軽いでしょ、めっちゃ軽い、青重くなった、青重くなった、3個目の溝が入ったか入らないかぐらいでいいですよ。くる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 っと軽く入ります、軽く入って抵抗が、あ抵抗が来た、そっから半周か1周ぐらい、90度か108度ぐらいが限界にするとかですね。もう一回ちょっとこっちで見ます。これ危険ですよ、これ危険、今軽いでしょ、めっちゃ軽い、あー軽い、あー軽い、軽い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 、あ来た来た来たっていうとこから、来たっていうとこでね溝が3つ見えます。そこから90度ぐらい行ってもいいかな、うん、はい、これ私の1個目のやつ行っちゃったな、これこれ玉を入れてなんかできるかな、後でまあ新しいのあるから変えちゃってもいいんだけど、ちょっと待って変えるわ、私もうダメだこれ、耐えれないこういうのはい、ここに私新品があるんで変えます。これ私断言します、これ組む人のほとんどがやっちゃうと思います、これこれもう捨てます、私一回やっちゃったんでね、これを、ね、軽く入るでしょ、軽く入ります、くる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 って、ああ超軽い超軽い超軽いわ、超軽いとこから重く、あ重くなったなっていうところで溝が3つ見えます。そこで止めた方がいいか、さっき90って言ったけど危険だな、90ぐらい行ってもいいな、うん、そこで止めてください、うん、そうしましょう、いいですか、くる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 、抵抗出たな、抵抗出た抵抗出た、でとこから90度ぐらい、うん、もうこのぐらいまでにしておいてください。はい、これほとんどの人やっちゃうと思います、これかなり危険です。あれだよね、あのさとしくんがさタミヤでおすすめパーツとか言ったけど、あれ全部だよね、あれ全部だよねこの先は何も言わないでおくわ溝3つ、はい、溝3つ目に差し掛かったぐらいで止めてます、いいですか、溝3つ目で差し掛かったぐらいで止めましょう。いや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 、わあ驚いた、今回の花火の衝撃だったね、これ衝撃だったわ、よしよしよし、でオイル入れるんだね、これ900番だよね、ちょっとねこれちょっとね、高野さんがね試してほしいっていうことがあってね、これ、ね、高野さんのところのスーパールブってあるんですけど、これをねダンパーにね一滴二滴入れるといいよって言うんですよ。うん、まあね、いいも悪いも私分からないけど、あやるわやれって言うからやるわ。ここに何一滴二滴入れるって言ったね、一滴ぐらいですか、これもあれだよね、キャップ閉めたら完成だよね、もうできちゃうんじゃないこれね、できちゃうんじゃない、え今日まだお腹空きません。これ今便利よね。このままプリントしてね、エアプリントっていうの。ね。これで印刷したらさ、便利だわ。私ね、
入金とかも全部スマホですよ。めっちゃ活用してますパソコンを開くことさえなくなったし、発注とかも iPad 使ってるんですよね。 手書きでね、お客さんの注文品聞いたのを書き取りとかも全部 iPad で、結構ペーパーレスですよ、うち、うん、で今のやつも別にスクリーンショット、例えばこう来たやつにスクリーンショット撮って、そこに数字を書き込ん でそれをファイルとしてメールに添付するなりって言って発注もできるんですよね。まあまあみんな知ってると思うけど、印刷、今ちょっとねこれお客様に見せるように印刷しました。欲しい人いるかなと思ってね。そうじゃなくて、まあ、そうじゃない時、自分の中で完結する時っていうのはもう印刷はしないから紙ほとんど出ないですよね。紙の消費量はもうほんと減りました。めちゃめちゃ減りました。もう一息だね。あと 2,3 分置いてやろうかな。はい、じゃあね、エアーがミクロン単位のなんか細かいのあるけど、この辺はもう無視しますはい、いいと思います。それで大きいね、目で見て明らかに大きいくね、分かる。これ900番なんで、オイルが抜けるの待ってると大変です。なのでどうせ1回走るとね、エアーってある程度混入したりするので、そこまではこだわらなくていいです、うん、この900番のオイル使うときね、入れます。これはね、そっと乗っけますよ。そっと乗っけていいですか。これね、最終的に自重で落ちきったことを想定するような、そーっと落としていきます。そーっとですよ。自重で落ちたんだなって。これあれだよね、キャップ閉めるときにウレタンブッシュ入れなくていいんだね。サーキットで走るんならまずいらないと思いますけど、ホコリっぽい路面であまりグリップ高くないタイヤなんかを使うってなってくると、あった方がいいと思います。そういう場合もセッティングとしてありだと思います。まあでもそこまで、ね、ナーバスにやるんだったらサーキットでやることが多いからあんま気にしなくていいですかね。よし、これを締めていきますね。この入れるときにね、このダイヤフラムという緑のこのゴムキャップがずれないように注意して蓋閉めてくださいね。ほっ、ほどほどの力で、もう命からがらじゃなくてもいいです。ほどほどの力でいきましょう。ほう、いい反発ですな。いい反発です。あれ、あれ、反発を揃えたかったら強いなって思うやつをもうほんのわずかね、うん、距離でいうと 0.5 ミリとか1ミリとかグッと戻してあげたりしてやると一応、その場の調整は可能ですね。まあこの車速域とかグリップ帯とかを考えるとそこまでのナーバスさはいらないと思いますよ。綺麗に拭きますね。他のやつもね、綺麗に拭ってください。漏れてるやつがないかね。よし、できました。ダンパー、あとはスプリングですね。スプリングで、これ入れてリテーナー入れて、マネ入れて、リテーナーで、一応説明書ではV6 ってどれだ、多分2ミリのやつだな。2ミリのやつ1個入れてくださいってなってますね。前後かな、いいや、とりあえず1個入れよう。 V6 の2ミリの厚みのやつね、これを1個だけ入れるように指定されてます。今これフロントからですけど、リアは違うかもしれませんが、私とりあえず決め打ちで2ミリを入れておきますダメだったら後で交換します。入ってきました。そしたらページをめくります。お、リアも2ミリですね。よし、つけていこう。さあ、これにショックつけたらもう完成に近いですな。どっちからつけよう、これ
これ難しいぞ。これラジペン使いたくないけど使うか。手じゃ厳しいよな、これ。いけるか。ああ、結構楽結構楽に入ったわ。気合が空回りして、もう損したわ、なんか。うん、結構これ、あ、そうか。この、ね、V 部品、古い方のね、これ結構柔らかいですからね。おっ、あららら、ついちゃった、ついちゃった。オッケー。標準のからこれかなり硬いのついてるね。かなり硬いのついてるけど、まあこれ結局レバー比とかのね関係性があるから、実際のところ走らせてみたりね、ちょっとタイヤつけて触ってみないとどうかちょっと分かんないね。よし、 OK。 お、できた、できちゃった、できちゃったよ。ショックがつきました。ほらインボードサスつきました。うん、動く動く、スムーズ動く。ちょっとカコカコって感じするの、あのピストンのとイーリングの隙間がすごいあるから、多分それだね。まあまあ気にしなくていいですよ、はい。あれどうだろう、最初くんと楽に動くからいいかもしれないね、あの隙間ね、案外ね。 ありえますよ、あの隙間ありだと思います、もしかすると。900番の上めっちゃ余ったな、半分ぐらい余った。どうしようかな、もうあと完成に近いから、あとボディだよね。とりあえずこのなんだ、バッテリー止めるやつちょっと作っちゃおうかね。作っちゃおう。クッスポンジテープを貼りましょうってなってるね。じゃあここにこのパーツだね、このパーツにスポンジテープがついてます。スポンジテープ、 YouTube 上げる時間です。あげよう。今度来週ね、お盆でしょう。でお盆取れないから2週間分あげれる分はもうねストックあるんです、実は。まあ編集しないといけない部分もあるし、しかもこの TC01 作成動画もあるでしょう。だからね、止まらずいけると思います。今日はねこれいこう。ハイエンドプロポで勝利に必要な機能勝利のためのハイエンドプロポの機能、これを使え、こういうやつをいきますね。いきました、よし。でそうそう、ウレタンスポンジよ、ウレタンスポンジ、ウレタンスポンジないね。はい、私のキットにはウレタンスポンジが、あ、ついてたわついてた、すいません、ごめんなさい。これは1センチだよね。これもともと1センチ。ちっちゃく切れってこと。あー、15ってことね。どういうこと、これを、あ、なるほど。これが15だから、ここ1センチで切ればいいのね。まあ、こんな大体でね。大体ですよ、いつも私は。もう測んないです、私はいつも。これで合ってますよ、でも適当ですけど。いきますか。まあ当たるんですよ、これ大体。そうね、11あったね。まあ11でいいでしょ、別にこれ4ついるんだな、左右に使うからね。4ついるんでしょ。2個作りますと書いてある、片方だけじゃないよね。うん、書いてないけど多分ダブルでしょ。その後59の50、ああこれ中に貼るやつね。ってことはまず5センチを切ってそれを細くしろってことね。5センチ切って約1センチぐらいにするってことね。こんなもんでしょう、9って。バッチリだわこれ、絶対9だわこれ。9ぴったりだわ、反対側ぴったりだわ、もうこれぴったり、成形品のようだわこれよし、これをなんだ、ここに貼っていくのね。あ、やべ、お腹が空いてきた。あ、そうなのこれ、片方、え、一緒だよね、2個ないといけないよね。あ、これか同じだったガタガタしないようにってことだね。まあバッテリーによって多少の調整は必要になるけど、
タミヤのリフェを使う前提とかね、その辺のサイズ感でウレタンスポンジ調整してあるんでしょう。でもっと大きい角型バッテリーとか使うってなると、これ外した、まあ これ外してもいいのかな。このバッテリー取り付けにしてもあんまりガタガタはあんまり良くないけど、ギチギチに詰め詰めにしちゃうとシャーシロールとか結構剛性高いな、これびっくりしたわ。このモノコックかなり剛性高いよ。これピッチングはまあちょっとフロントが動くけど、これすごいね。リア周りのピッチング剛性、ロール剛性すごい高いね。へえ。これはさっき切った細いやつを前側だね、ここに貼るんだね、ここにね、はいはいはい、こんな風にね、オッケー、貼りますよ、はい、ちょっと、はい、オッケー、はい、オッケー、オッケーです。やばい、お腹空いてきた、お腹空いてきた、ついに 3×8、 4つ、6でも良さそうだね、ここね。うん、私多分本気でやるんならアルミビスな上に、6にすると思います。でも初心者さんは当たることが多いと6はちょっと危険かもしれないけど、もうベテランさんならアルミ &3×6 のビスでもいけるんじゃないかな。案外いけると思うね。そういう積み重ねでね、だいぶ軽量化とかって変わってくるんでね。あ、見えないんだわよし、ボディピン変わった形のボディピンだね今回。もう変わった形のボディピンだわ。これちょっとあんまないんじゃない、タミヤさんでね。この普通のボディピンってこの持ち手部分って丸いでしょ。そうじゃなくてこのこういうちょっと角型のがね、これ絶対見えてないと思うけど変わったのがついてる。これを使うんだよ。へえ。なんだろうね、なんか変えてきたな、考え方を普通だと使いづらいから、なんでなんであえてこれにしたんだろうね。取り外ししやすいようにの配慮かな。すげえ軽いんだけど、これ入れるテンションが。線も細いんだね、ちょっとこの線形も細いんだわ。オッケーできちゃった。ちょっとタイヤだよね、どうしようか。タイヤはまだ今貼らなくていいし、そもそもタイヤあるから。じゃあこのピン入れて六角ハブつけちゃおっかね。ベアリング入れてピンを入れて六角ハブつけちゃおう。ベアリング4つ余ってるね、そうだね。でここに得体の知れない黒い、先駆けさんのグリスをシャーなし使って、これあれだね、樹脂の六角ハブだからなくしちゃうかもしれないね。ポロンと取れてね、とりあえずね。入んないこれ、え、違うのこれ、こういうもんなの。あ、こういうもんなんだ。ちょっとベアリング出るんだ。入んないんじゃない、これ。こういう設計なんだ。へえ、そうなの。ああ、何これ、ちょっとないねこれ、今までこういうの。これトレッドを狭くしたかったらアクセル変えてベアリングを薄型にするんだ。なんかそういうのって考えてんのかな、もしかして。まさか F1 を車両に乗っけれるようになんては考えてないよね。考えてたりしてね考えたりしてねね、だってこれ出てるんだよ、ベアリングが。ほらこれ絶対なんか理由あるよね。あ、しまった、しまったよ。これを入れないといけなかったんだ。これも将来はアルミ入れたいやつだね。そうそう、ともかく外します。はい、わかりました、ごめんなさい。これベアリングを外しやすいよこれ。まさかベアリングを外しやすくするためにこういう設計にした、まさかね、まさかね、どっちだろうね。
いや、ベアリング外して思ったわ。これ外しやすいわ、これ。え、どういうこと？タミヤさん、タミヤさん本当にこれそういう理由なの？これなんかメインシャーシをこうね、細いやつ焼き直しして、トレッド細くしたら F1 に使えるとか、そんなんじゃないの？違うの？それともベアリング外しやすくるため？なんだろう、めっちゃ気になるな。こんなとこ気になるとこじゃない？いや、私気になるんだわ気になるんだってそして、ピンを入れてと。これあまりにも緩かったら外しとく。あ、ダメだわ、まだつけないでおきます100% 外れますな、これ六角ハーブ。あー、どうしよう、六角ハーブだけ私ね、つけちゃおうかな。うん、六角ハーブだけちょっとアルミ製に私多分すると思いますはい、でここまでできたから、うん、まあ一応どうしようかな、こういうところはもうちょっとつけておいて、寝かずめ終わった後にちょっとこの作った後の感想の動画を撮らせていただこうかな。もしかするとこのアングルでちょっとね、メカの設定とかこの EPA の追い込みとか、そういったところをちょっとやるかもしれないけど、でももうね、一応これね、タイヤ貼って、あと、見た目のバンパーとかディフューザーとかつけるだけなんですよ。はあ、これ何のパーツだろうと思ってなったら、ステアリングストッパーっていうのがあります。激しいクラッシュなどでドライブシャフトが脱落する場合はA19 部品の装着がおすすめです。ステアリングの打角を規制してシャフトの脱落を防ぎます。ただしオプションパーツのスタビライザーは装着できません。またドライブシャフトをアッセンブリーユニバーサルシャフトに交換すれば脱落防止だけでなく駆動効率と耐久性を高める効果があります。フロントダブルカルダンとかどうせ入れるしね、スタビもやっぱり入れるようになるだろうから、結局はまあ、本当に、ね、初めてこのラジコンを作った、ノーマルのまま楽しむ、しばらく楽しむっていう方だったらこれ入れた方がいいね。うん、入れた方がいいと思うでもこれできればもっと前の段階で変えてほしかったねいや違う、ごめんなさい、ごめんなさい、僕が悪いです。これあれですね、説明書を本当はね最初に読むんだよ、うん、そう、それが正常なんだ。はい、一応ね、じゃあ完成です。完成って完成じゃないけど、まあ、これを構造、車体を組み立てるということに関しては、まあ、ここまでで、十分お伝えできたかなとできたかどうか分からないけど、私の能力的にはこんなもんです。で、このあとですね、もうあとボディ乗っけてメカ積んで、あとこうっていう話になるので、それは、まあ、このアングルかもしれませんし、いつものね通常の YouTube のアングル見てお話をねさせていただこうかなと思っております。というところで、高橋が作るフォーミュラー ETC01 作成動画としてはこれにて完結となります。大変、長い時間ご視聴いただきましてね、本当にありがとうございましたまた制作動画はですね、次回は、今度横モの4駆 YZ4ですね、SF2 というのを一応やる予定をしておりますのでね、もしよろしければそちらもご覧いただければと思います。長い時間本当ありがとうございました。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。